はい、皆様こんにちは。お待たせしました、おゆりチャンネルへようこそ。やっとやっとですね、なんとご報告できる日がやってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。大きく2つですね、2つまたご報告していただきたいなと思って、YouTube での、お知らせさせていただきました。まず1つ目、ミニアルバム配信が8日明日からサブスク解禁となります。ありがとうございます。題してタイトルですね、ギフト、はい、タイトルでございます。こちらでございますね。はい、見えていますでしょうか。今回そのミニアルバム、おゆりでギフトですね、明日の8日に配信させていただきます。本当にお待たせいたしました。どうしてギフトという名前なのかということですが、昨年の10月1日に、贈り物という曲、ウェディングソングをシングルリリース発させていただいたんですけれども、その曲を含めた5曲となっております。なので今回、まあ、バースデーライブに向けてのミニアルバムということでもあったので、ギフトという名前にさせていただきました。はい、ぜひ皆様にね、聞いていただきたいなと思っております。すべての方々にですね、言葉とか物では言い表せれないほどの感謝をこのギフトという名前に込めました。本当にありがとうございます。明日の8日ですね、5月8日の土曜日、0時からも配信がスタートいたしますので、ぜひひらがなでおゆりで、ギフトたくさん聞いていただけたらなと思います。まだまだね、こういったコロナの中ですけれども、やっぱり音楽が日常の中であるからこそ、日々それぞれの日常がですね、色づくものでもあるのかなと感じておりますので、ぜひ皆様に聞いていただくととっても嬉しいです。はい、2つ目ですね、先日もお伝えしていたんですけれども、オリジナルグッズを初めて販売させていただきます。それでやっとロゴデザインとかもこちらでも公開させていただきたいと思います。で、明日からですね、ベースでもおゆりショップっていうのを開設させていただくので、ぜひぜひそちらでお買い求めいただくとよろしいです。よろしいですそちらでお買い求めください。ぜひですね、皆様にですね、来ていただきたいなと思っております。可愛い色合い2色ですね、一つはライトベージュっていうカラーと、もう一つがスモークブラックっていうカラーですね。サイトをチェックしてみてください。はい、おゆりショップです。ベースのおゆりショップをご覧ください。そちらも明日から開設になりますので、ぜひ見に来てください。少しずつですね、おゆりのグッズもですね、増やしていけられるようにいろいろと準備をしていきますので、皆様ぜひご期待でございます。はい、今度5月16日、おゆりバースデーライブ2021があります。11時45分オープンの12時半スタートでございます。まあ、こんな中でいろいろと心配されている方々も多いと思うんですけれども、私自身も精一杯感染予防をですねした上で挑ませていただきたいと思うので、ぜひ楽しみに見に来ていただけたらなと思います。本当にもちろんですね、有観客の方も含め、配信ですね、ツイキャス配信でもご覧になることができますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。有観客のチケットが残り3枚になりましたありがとうございます。日程が分かり次第ですね、よろしければご連絡いただけるととてもとても嬉しいです。ツイキャスの有料配信の方は、生でも見れなくても1週間アーカイブが残るので、そちらで見ていただいても大丈夫です。まあ、1時間半ぐらいのライブになるんですけれども、1週間アーカイブが残るので、見られる時にぜひ見ていただきたいなと思っております。今回5月16日にバースデーライブがあるので、おゆりチャンネルは5月中はお休みさせていただきます。6月からまたですね、各週でスタートをさせていただくので、お楽しみにしていてください。長くなりましたけれども、今回ですね、こういった形でご報告させていただきました。皆様にまたおゆりバースデーライブで会えることをとても楽しみにしています。はい、ミニアルバムギフト、明日から配信です。同じく、ベースおゆりショップでオリジナル T シャツですね、オリジナルライトロゴ T シャツが、販売されますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、それではまたお会いしましょう。
信じ